フィッシングソードの写真で写真がありますけど、おはようございます。おはようございます。これより産業建設常任委員会を開きます。本日の会議録署名委員に矢部委員と加藤委員を指名いたします。はいはい、日程ですけれども、ガス水道局産業振興部都市整備の順に付託議案を審査をします。また各部局の報告事項につきましては、それぞれの付託議案の審査後に行っていただきますので、よろしくお願いいたします。報告案件はガス水道局2件、産業振興部1件、都市整備部1件であります。それでは本日の案件は請願を含めまして7件です。これらの案件を逐次議題といたします。最初に議第142号ガス供給条例の一部を改正する条例を議題とします。説明を求めます。ガス水道局長。ガス水道局長、おはようございます。おはようございます。本日ガス水道局でご審議いただきます案件につきましては、議第140、142号のガス供給条例の一部を改正する条例でございます。かねてから説明しておりますガス料金改定でございます。事前に配布しました資料により説明いたします。報告案件については2件で、地方公営企業会計制度の見直しについて、これは資料で説明をさせていただきます。もう1件の下水道農業集落排水使用量の延滞金について、これは口頭で説明をさせていただきます。それでは担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議いただきお願いいたします。計画課長。計画課長、おはようございます。おはようございます。それでは第142号ガス供給条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。まず、ガス料金改定内容についてご説明させていただきまして、その後条例の、文を説明をさせていただきたいと思っております。ではまず資料の確認でございますが、A4 の閉じてある、こちらのガス料金改定についてという資料、それから、グラフの資料1という資料、それから、両面で A4 ですが資料2という、資料を配布をさせていただいてございます。資料のない方がいらっしゃいましたら、お申し出いただきたいと思います。よろしいでしょうか。資料大丈夫ですか。一緒にな、これも一緒に一緒に作っていた一緒に作るよよろしいですか。ちょっと目は出ます。ありました、ありました、ありました。はい、どうぞ。じゃあ、はい、お願いします。それではまずこの A4 の閉じてあるもので、ご説明を申し上げます。1、ガス料金改定の主な要因から説明申し上げます。今回のガス料金改定の主な要因としては、購入先の原料費の値上げによるものです。柏崎市は2つの購入先がありますが、このうち国際石油開発成績株式会社からの原料ガスについては LNG 混合率が 27% から 37% に増加するなどにより原料費が値上げされます。またもう一つの購入先である石油資源開発株式会社からの原料ガスについては、平成25年4月からすでに値上げをされていることから、平成26年4月にガス料金改定をしたいというものであります。次に2、料金改定日の変更について説明申し上げます。4月定例、
会議の本委員会において説明した段階では、料金改定日を平成26年4月2日としていました。その理由は、4月1日に石油石炭税が増税されますが、柏崎市のガスホルダーの1日の在庫量と販売量の関係から、4月1日にお客様に届くガスは増税前のガスであり、増税されたガスがお客様に届くのは4月2日からとなりますので、改定日を4月2日としていました。しかし、その後に消費税率の改定が4月に決まったことにより、ガス料金改定日についても4月1日にすることがお客様にとって分かりやすいということから、関東経済産業局の指導を仰いだ結果、在庫量に相当する原料費を原価から控除すれば改定日を4月1日にしてよいとの回答を得ましたので、改定日を4月1日に変更いたします。続きまして、3関東経済産業局の査定結果を説明申し上げます。平成25年8月8日付で、ガス供給約款変更申請書を関東経済産業局へ提出しました。その申請に基づき、8月21日から23日までの3日間にわたって査定を受けました。その結果は次の通りです。これから説明する経費や単価などはすべて消費税抜きの額となりますので、ご承知おき願います。査定の方法は、過去3年間の経費等から申請した原価が適正なのか、今後の改良計画等が適正なものかを査定されました。その査定の結果がこの表の通りとなります。次の表は、供給約款と洗濯約款。洗濯約款は、家庭用温水暖房や家庭用高電契約などのお客様の使用形態に応じたメニューとなりますが、その2つの販売量とそれにかかる原価をまとめたものです。まずそれぞれの販売量ですが、供給約款販売量丸1、1527万9000立方メートル、洗濯約款販売量丸4、386万1000立方メートルをと見込みました。申し訳ありませんが、資料1をご覧をいただきたいと思います。グラフの表です。この資料は、いわゆる総販売量と合計と供給約款販売量、洗濯約款販売量を過去の実績と見込みをグラフに表したものです。上から2本目のグラフをご覧ください。供給約款の販売量については年々減少傾向です。自然減少、これにはオール電化によるガス離れも含まれますが、それと、供給約款から洗濯約款へ移動する減少が要因であります。その下のグラフは洗濯約款の販売量です。洗濯約款については家庭用温水暖房契約等へ移動するお客様により年々増加をしております。それでは A4 の資料に戻っていただいて、表をご覧いただきたいと思います。まず上から2段目の供給約款にかかる原価2をご覧ください。申請額20億4039万6000円に対して、その右が査定額ですが、20億1367万9000円で査定されました。申請額に対して2671万7000円のマイナスとなりました。これを供給約款販売量丸 1527万9000立方メートルで割り返しますと、
1立方メートル当たりの単価が131円79銭となります。洗濯薬価についても同じように計算をすると1立方メートル当たり89円25銭となります。4、供給薬価料金の平均単価の比較です。主に一般家庭が使用する家庭用の料金ですが、現在の平均単価と新しい平均単価の比較になります。現在の平均単価124円71銭、新しい平均単価131円79銭と比較をしますと、7円8銭の増加となり、平均改定率は 5.68% となりました。9月で説明をしましたときは、改定率が 7.01 ということですので、それが 5.68 になったというご理解でお願いします。では2ページをご覧いただきたいと思います。5、各メニュー別の、料金表の比較。括弧1、供給薬管、料金の料金表です。供給薬管料金は、毎月の使用量によって3つの区分に分かれます。例えば1ヶ月の使用量が30立方メートルの場合は、真ん中の B の基本料金と重量料金が適用をされます。それでは一つずつ説明をいたします。 A の区分は1ヶ月の使用料金が0から25立方メートルだった場合のお客様に適用をされます。関東経済産業局からこの料金区分の基本料金は据え置くように指導がありましたので据え置いてあります。重量料金については現在が1立方メートル当たり115円77銭のものが123円7銭となり、1立方メートル当たり7円30銭の増加となります。次に B の区分です。1月の使用量が25立方メートルを超え250立方メートルまでのお客様に適用されます。柏崎市では供給薬管料金のお客様の約 60% がこの区分に該当します。基本料金は現在の710円が719円となり9円の増加、重量料金は110円17銭が117円11銭となり6円94銭の増加となります。続いて C の区分料金です。1ヶ月に250立方メートルを超える使用量のお客様に適用をされます。基本料金1410円が1469円となり59円の増加、重量料金107円37銭が114円11銭となり6円74銭の増加となります。また重量料金は示してある重量料金に毎月変動する原料費、調整価格が、加算をされます。以下すべてのメニューについても同じであります。供給薬管料金の使用量別の料金の比較を ② の表に、例示をいたしました。左から使用量、それに対する現在の料金、新しい料金、増加額、増加率となっています。下から2段目の太字で示してあります44立方メートルの量をご覧をいただきたいと思います。この44立方メートルというのは各3年間の柏崎市の一般家庭における1月の平均使用量です。現在の料金では5557円となりますが、先ほどの新しい供給薬管の B の料金表で計算をすると5871円となり、1月の負担が正抜きで314円増えることとなります。増加率では 5.65% となり、
先ほどの4平均単価の比較で説明した供給約款料金の改定率とほぼ一致をいたします。括弧2、選択約款料金の比較です。先ほど申し上げましたが、選択約款料金は家庭用温水暖房契約などのお客様の使用形態に応じた料金メニューです。家庭用だけではなく、事業所が対象の業務用契約等もこの選択約款になります。平成21年の料金改定時には家庭用温水暖房や家庭用空調契約、家庭用高ジェネレーション契約については販売戦力から基本料金および重量料金とも据え置きましたが、今回はご負担をいただく形を取りました。メニューごとの説明は省略をさせていただきます。6、消費税です。ガス料金は料金改定時に消費税を含んだ料金で申請することとなっているため、新料金表は消費税 8% の一定率の料金表になります。それでは別紙の資料2をご覧をいただきたいと思います。こちらは今申し上げました通り、消費税を含んだ税込みの比較表になってございます。で、現料金は消費税は 5% から新料金は消費税 8% で計算をしてあります。1、供給約款料金表でございます。この表が消費税を含んだ料金表の比較となっております。いわゆるこの表、料金表が条例上の料金表ということになります。2、消費税の経過措置によるスキーム図をご覧ください。括弧1は消費税率の改定日以前から同じ場所でガスを使用しているお客様についての料金がどうなるかを示したものです。消費税法の改正の経過措置には平成26年4月1日以前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話等にかかる料金等で平成26年4月から同年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの、私たちの場合はいわゆる検針日、となりますが、その時の消費税率は、いわゆる現在の 5% を適用するというものがあります。例えば、毎月の検診日が25日の場合、平成、26年3月26日から同年4月25日まで使用した料金がそれに該当をします。使用した料金については日割りで安分しますが、その場合3月26日から3月31日までが現在の料金表により算定し、4月1日から4月25日までが経過措置の適用となり、この部分については消費税を 5% で計算をいたします。この料金の算定方法が条例上でいわゆる経過措置として設けてございます。その料金は5メニュー別の料金表括弧1供給約款料金で説明をいたしました税抜きの料金に現在の消費税 5% を使用した料金となっております。ここでいう、いわゆる継続をして使用するというのは同じ場所で継続するという意味でございます。例えば供給区域内で引っ越しなどにより場所が変わるものは継続使用には当たりません。このような場合は消費税 8% を考慮した改定後の料金表が適用されます。続いて3、供給約款料金の使用量別料金の比較をご覧ください。この比較は消費税を考慮した比較となっています。44立方メートルの行をご覧いただきたいと思います。
現在の料金では5834円となりますが、新料金表では6341円となり、1ヶ月の負担が507円増えることになります。増税率では 8.69% となります。それでは A4 のまた資料に戻っていただきまして、3ページをご覧をいただきたいと思います。最後に、今後の予定でございます。本定例会議で議決をいただいた後、関東経済産業局に供給約款変更認可補正申請書を提出をいたします。その認可が年が明けて2月の下旬になると聞いております。その後3月5日号の広報柏崎にてお客様に周知したいと思っています。また、供給区域の刈羽村にお住まいのお客様にも刈羽村の広報で周知したいと思っております。また資料には記載をしてありませんが、3月の検診日にチラシを配布をする予定にしております。以上、平成26年4月のガス料金改正の内容についてご説明をさせていただきました。続きまして、条例の文の説明をさせていただきたいと思います。第22条の2については単位料金の調整であります。原料費調整制度による同種の基準平均価格は現在15,760円となっています。この価格は平成23年11月に届出上限方式による料金改正を実施したときに定めた基準平均価格です。その、基準平均価格を29,780円に改定をするものです。算定方法は平成25年6月から8月までの LNG の輸入価格と LPG の輸入価格から算定をしており、算定する期間については関東経済産業局から指定をされるものです。これまでは LNG のみの輸入価格の変動により基準平均価格が変動していましたが、今回の改正では国際石油開発定石株式会社が熱量を調整するため LPG を含めて混合率を変更しましたので、 LPG の輸入価格もこの基準平均価格に含めたものです。算定方法は関東経済産業局の指導のもと計算をしています。また、基準平均価格の上限は 1.6 倍までとなっておりますので、上限も 47,650円に改定をするもので、何卒よろしくご注意願います。説明が終わりましたので質疑に入ります。2点とりあえずお確認しますが、閉じた資料のですね1ページ目なんですが、この査定で原価計算が削られたというんでしょうか、査定をされたというその理由とですね、で当局側はこの申請額にもってその収支経営計画を立ったんだろうと思いますが、これは減ったことがその会計上どういうの影響があるのかということです。それから2点目はですね2点目はその資料2 の、 その標準的な柏崎市民の利用者の平均的な44立方の料金表がありますが、3ですね、これはその2で説明をされた4月そのいわゆる同じ場所でもって使用した場合のその4月25日までのことなのか、
それ以降のことをのこのあの審の方はですねなのか、そこの2点をお聞かせ、はい、計画課長。計画課長、まず最初 のご質問で、ございますが、査定、された、その理由と会計上の、まあ、影響ということでございますけれども、先ほども申し上げました通り、経費につきましては過去3年間の、まあ、実績に基づいて、まあ、算定をし、その際に、その3年間で、まあ、いわゆる変化があったもの、上積みされたもの、例えば今回はもうすでに電気料金が3年間の平均よりもぐっと上がるということが分かっているものに対してはあの見ていただいているというような、まあ、基本は3年間の平均を、まあ、取るところですが、そういった調整も、まあ、含まれてはおります。その中であのまずはあの労務費でございますが、まあ、ここが若干でございます、約200万ほど査定をされてあります。これはあのちょっとこう私たちも気づかなかった部分がありまして、実は、まあ、各職員を、会計ごとにこう割り振って、貼り付けるわけですけれども、たまたまそのガス会計の職員で、課長で退職をされるという方がおりまして、でそのままの料金あの給与をこう乗っけたところ、その方はもう退職するんでしょうと。ですので26年度以降はいらっしゃらないでしょうということで、ただ課長職は残りますということなんですが、じゃあ課長職は一体いくらなんですかと。それは個人ごとに違いますと、まあ、6級は6級に上がりますが、1号の人もいれば何号の人もいますという説明して、大体この辺ですって言ったんですが、認められませんでした。6級の最低の1号で見なさいということで、その分もろもろの給与、それから手当、いろんなものが、加算をされまして、約200万を落とされたというのがあります。それから、修繕費ですね、この辺も約600万ほど、まあ、査定をされております。それと、まあ委託料あたりも200万ほど、それから一番大きいのが実はあの固定資産の除却費、これが約1000万ほど落とされてございます。でこの1000万につきましては、あのいわゆる目立ちをできるだけ、まあ、修繕をしていくということで、まあ、そういうことによって経費としては落としますよということで、まあ、落とされるというものが、それからあのいわゆる横査定ということで、これがあの1100万ほど落とされてございますが、これはあの同じその事業体を、まあ、規模とかいろんなものをこう見まして、でじゃあ柏崎市は1100万、もう1100万をその経費から落としなさいという、そういう査定を受けてございます。まあ、主な項目としましては、まあ、そんなところです。細かいのは、まあ、まだまだいっぱいありますけれども、主なものはそんなところですが、いわゆる体系上の影響ということになりますけれども、まあ、あの私たちも今までまあ、いわゆる算定、3年間の算定というところであっても、その年度年度で、経費節減を、まあ、し経営努力を、まあ、してきたわけでございます。まあ、そんな中でも、結局その査定をされてしまったということになりますので、今後やはり、この査定をされた分は今後経営努力を、まあ、していかなきゃいけないというふうに考えています。まあ、あの来年度からもうすでに始まるわけですので、来年度予算の編成にあたりましては、やはりこれを加味したような予算編成をしていきたいというふうに考えています。それから、44号のお客様の関係で、4月25日までなのか、それ、
その辺はどうなのかというご質問かと思います。料金改定はあくまでも4月1日でございます。で先ほど説明したのは消費税のいわゆる経過措置ということになりますので、あくまでも料金は3月31日までは旧料金、ただ4月1日から4月25日までは新料金で、継続をそこでずっとしていただいたお客様は消費税は 5% ということになります。あの量の安分でそれぞれの新と旧というのは日割りによってやります。以上でございます。やべえ、あの今の最後のことなんだけど、それでこの資料2の俺に理解力が不足してごめんなさい、資料2の3のその網がかかってる41本のこの月ごとの料金でしょ。でさっきの説明では、料金は、税込みでもって表示するという説明がいただいたでしょ。そうするとこれは税込みのお金だと思うの、でその4月25日までは 5% 従前なのに、それ以外は 8% になるわけでしょ。その違いはこれ どうなるのかって、そういう質問なんですよ。経過課長。経過課長。はい、あの実はあの先ほどの、まあ、日割りとか、まあ、そういうもので、パターンをいっぱい示せばよかったのかなと思いますが、これはあくまでも、8% で、計算をしまして、でフルフル1ヶ月間あの使いをいただいたという方の料金を示させていただきます。了解。了解。もう一つ。はい、やべえ。はい。それで、これもまた理解力が足りないごめんなさいなんですが、それであの条例のね、2ページの、あ、これはこれでいいですか。あ、これはこれでいい。あ、わかりました。やっぱりいいことです。わかりました。はい、丸山委員。あの査定差額の不足理由のような説明がありますが、その他にですね、いわゆるその公営企業等に対する指導とかそういうものはなかったんですか。経過課長。経過課長。公営企業がゆえにというご質問かと思うんですが、あの特にその公営企業だからこうだということではなくてですね、やはり適正な経費をきちっと見積もっているかどうか、それから、それものが、いわゆる料金に反映をしていくべきのものなのかと、そういう視点で、査定を受けています。もう一つあの同じ内容なんですけども、いわゆるその公営企業でガス事業が右から一緒に来てますよね。そういうことについての含みを持った発言みたいな指導みたいなのはなかったんですか。経過課長。経過課長。今回のあのものはいわゆる料金改定ということで、まあ申請をし、また認可をいただくと、その一連の流れの中で、まあ、査定を受けたり、指導を受けたりということになります。あのおっしゃるようにあの、私たち、それから、全国の事業者、民営化等で、検討して、いたり、それから、まあ、これから検討しようというようなところ、これは、逆に申しますと、いわゆるガスの自由化というのが今、いろんなところで議論をされ始めました。まあ、そういう意味では、そっちのことの方の危機感を持って、ガス事業者は、いや民営のガス事業者は、民営じゃない、公営のガス事業者は、危機感を持ってどうなっていくんだろうというようなことでは、それぞれ情報交換をさせていただいてありますが、今回 の, その経済産業省からはいわゆるその民営化ということのご指摘、それからご指導というものはございませんでした。ガス水道局長。ガス水道局長。追加してあの今査定のことについてたんですが、
指導されました点については、これは原則的にはその電力の方の東京電力ですとか、東北電力も査定があったわけですが、それがまあベースになりまして、いわゆる大手についてはいろいろなその経費がいっぱいあるということで、細かく私どもも見られました。当然私どもはそういう経費は積んではないわけですので、落とされる分は少なかったわけでございますが、さらにとってその営業経費っていわれる部分をですね、やはり例えば助成金については、これはちょっと見れないよとか、そういう部分をですね、いわゆる電力 の、料金改定のシステムに従った内容に、入ってきております。正式にはそのまた来年1月以降がそういうシステムになるような話なんですが、そういう考え方のもとに査定されて、で賃金といいますか労務費についても先ほど申し上げた通り、厳しく査定をされたところでございます。で今まではほとんどなかったんですけども、同様の事業所と、比べてということで、一律かなりの、1100万とか落とされましたが、上越市も相当の額、さらに上、規模が大きいですので、落とされていますし、かなり今回、経済産業部の方は、厳しい査定をされております。いずれにしても私ども経営努力しながら、今の料金の中で、運用していくということで。丸山委員。推測ですけれども、要するにその、石油製品といいますかね、石油関連の輸入することが非常に日本の貿易赤字を増大させていると、一説では約4兆があるという話が、あるんですけれども、この流れはおそらくまだ止まらないんだろうと思うんですよね。したがってはこれはいつ省の企業が考えることではないのかもしれないけれども、この事態がこれから料金を決めようというのにまたその次なんて話は、ちょっと、なじまないのかもしれないけれども、まだまだこの状態が続いていくという感じがするんですよね。そうするとまた次の改定みたいにはなってくるなと思うんですけれども、その辺の準備といいますか予防といいますかね、この辺はやっぱりこれからちょっと考えてしっかり計画を立てていかなきゃならない一つの重要課題になるだろうと思うんですけど、その辺はいかがですか。経過課長、はい、丸山委員のおっしゃる通りでですね、世界情勢はこれ前回の言った時もお話しましたけれども、多少政府がこう動いてくれて、いるというその動きが見えている中でも、なかなかこのガスの輸入の原価が下がらないという現実がございます。そういった中で、一方では国産のガスを、求めてと申しますか、稼働機の話が一旦なくなったかなと思ったら、今度またシェルガスが見つかったというような報道もあるようです。失礼しました、ハイドレートでありますが見つかったということでありますが、なかなかそれが私どもの持っている事業展開年度に反映をされていくには時間がかかるだろうというふうに考えて、そういうことで考えますと、ガスの民営化投資は、平成30年度めどにということでご説明を、させていただいてございます。準備としましては、来年度はともかくまだ早いかなと予想しますけれども、さらにとって来年度もさあどういうふうに本当に展開していかなきゃいけないのか、どういう体制で、臨んでいかなきゃいけないのかというのは、もう来年度から検討をしたいというふうに考えています。で実際に予算化ですとか組織というものになりましたら、来年度の結果以下でございますが、やはり27年度ぐらいには気をつけていかなきゃいけないのかなというのが今計画課長としての考え方でございます。
でそういう中でじゃあ民営化で、その、どういう点が、まあ、有利に展開していくのかという部分も、まあ、考え合わせた上で、まあ、できれば記載はできるだけ抑えようということで、まあ、一部取り組んでございます。ただ大きな改良とかそれから、また、いわゆる販売量につながるようなものがあればそれは事業費がかなりかかりますので その時にはまた記載というものを起こして、まあ、対応していかなきゃいけない、いわゆる、まあ、プラスの方向に動くものについては政府が対応していかなきゃいけないかなと思っております。まあ、さまざまなことを考え合わせながらやはり民営化に向けての動きは、そのとやっていかなきゃいけないかなということで考えております。さっき分かったように言いましたがやっぱり分からないのでもう一回言ってます。条例の1ページのね1ページのその22条の2第1項中15,760円を29,780円というこの15,760円というのは説明いただいた資料の どれに当たるのかということが1点、それから2点は条例のその、新旧対象表の裏ページのこの改正前のねそのいわゆるその括弧1の基本料金料金表 A のえっとなんだっけ括弧2の基準単価料金116.44円とその料金 B の同じく括弧2の基準単位料金110.56円と同じく料金 C の括弧2の基準単位料金107.62円というこれは何を意味しているのか、今まで説明いただいたのとの中ではどの数字と対応する数字なのか教えてください。経過課長まず第1点目のご質問で、いわゆる15,760円と29,780円というものが、資料の中にあるのかないのかというと、それから説明がどうかということでございますが、実は資料には付けてございません。でこれはあくまでも原料費調整制度という制度に伴って、変わっていくと。というその制度でございましたので、前にその原料費調整制度の説明をさせていただいてございましたので、今回あえてその受けることはしなかったということでございます。それから、料金表でございますが、改定前の料金表が、出てないじゃないかと、まあ、いうことでございます。それはですね、非常にお叱り受けるかもしれないですが、今回、消費税というのが私たちの意図するところではない部分で動いて 5% が 8% で 3% オンされるということでございまして、この今までの料金表はあくまでも 5% の、 その含んだ料金表であります。で、改定後も実は 8% 含んだものでございます。条例上はどうしてもこうなりますので、私たちが説明したかったのはですね、そういう外部要因で、まあ、確かに実際はそれで上がるわけですが、私たちのあくまでもその上がるのは税抜きでこれだけ上がりますということをご理解をまずいただきたいと。で実際はその44立法の場合には、税込みでは、現と旧ではこれだけ、上がります、507.89% 上がりますということの、まあ、ご説明を、一般家庭の標準的なところを説明、まあ、させていただいたということで、ご質問のは、あくまでも改定前は 5% の料金表であった、で改定後は 8% の料金表であったと。ということで説明資料にはあえてこういう形での比較は載せさせていただいてないということでございます。
春川委員。ちょっとまあ確認をさせていただきたいんですが、さっきあの説明なかったんですが、2ページのですね、空調契約の1種、2種、3種ありますね。このちょっと説明と、それから3ページの一番下になりますが、今後の予定ということで7番にございますが、先ほどあの検診の時にですね、いわゆるそのお客様、市民の皆さんに値上げしますというチラシを配布すると、こういうまあお話でした。それでその次の資料の2なんですが、さっきあの矢部委員の質問でまあ再度確認できたんですけれども、いわゆるその消費税に対する経過措置ですね。でこの表を見ますと、まあ継続して使用している場合については4月1日から4月25日まで従来での 5% であると。で下の方はいわゆるその回線ですから、例えば家を作ったとかですね、あるいはアパートだとか、そういったところにまあ当然対象するわけで、当然4月1日から 8% 分かりましたが、そのお客さん、いわゆる市民に周知する場合にですね、これを消費税の経過措置はまあ必要なことだと思うんですが、これだけでこういう出し方かどうか分からないんですが、要は25日からは 8% になりますよというものを出してやらないとですね、これたまたま説明を受けているか分からないんですけれども、より丁寧な、なんていうんですか、周知の仕方が大事だと思いますので、よろしくお願いします。で、質問としては、さっきの1週、2週、3週、ちょっとお願いします。計画課長、はい、まず第1点目の、洗濯約款の空調契約の部分でございます。まあ、1週、2週、3週、それから区分のところに、まあ、その他期、当期というふうに、まあ、区分をこうされています。まずあの、その1週、2週、3区の、区分ですけれども、これはガスの使用 量ですね、量によって、まあ、区分をさせていただいてあります。一種は、年間の使用量の、まあ、目安としましては17,200立方超えるだったんですね。まあ、別の言い方をすると17,201立方メートル以上。いいんですね。それから2種につきましては、失礼しました。これ逆に言ってるか分からないですね。あのちょっと訂正をさせていただき、分かりやすく言いますと、3種の方から説明をさせていただきます。3種は、0立方メートルから、2400立方メートルの方。それから2種は、2400立方メートルを超えて、17,200立方メートルまで。それから1種は17,200立方を超える、まあ、いわゆる以上の方というわけになっております。それから冬季というのは12月から3月までの4ヶ月間で、その滝というのはその逆で4月から11月までの当期は12月から3月までの4ヶ月間、その先は4月から11月までの8ヶ月間でございます。はい、それから、まあ、チラシを配るというところで、今の説明は、まあ、説明を聞かないとよくわからないだがというご指摘でございます。はい、あのできるだけ分かりやすい形で、チラシと、また広告等を教えていただきたいと思います。他に質疑はございませんか？よし。よし。はい。それでは、質疑を終わります。銀管討議に入ります。銀管討議を終結します。質疑を終結します。
それでは、ガス水道局から2件の報告が、あるということですので、説明を求めます。まずはじめに、地方公営企業会計制度の見直しについてを報告をしてください。ガス水道局長。ガス水道局長。この地方公営企業会計制度の見直しにつきましては、平成25年3月の議会におきまして、一般質問で、杉谷議員から概要について質問がございまして、12月のこの委員会で概要を説明するということでお答えをしておりましたものでございます。説明は、会計制度の見直しの概要と、それから平成24年度の決算をベースにしまして、改正した場合を想定して、改正のイメージとしてですね、水道事業会計を中心に改正ポイントと財務諸表等について説明をしまして、ガス、下水道、ガスとそれから下水道事業はそれと変わっている点について特徴を説明させていただきます。それでは担当課長が資料によって説明いたしますので、よろしくお願いします。経過課長。経過課長。ではまた資料の確認をさせていただきます。 A4 の小字の資料が1つと、それから A3 のカラー塗りですが、資料1の1は水道事業会計の対策対象と小字でありまして、その2枚目が1の2、損益計算書、それから資料2の1が下水道事業会計の対策会計と、それから書いてあった金額が損益計算書、その次に資料3の1としまして、ガス事業会計の対策会計と、それから書いてある3の2が損益計算書という資料を配布させていただいております。資料がお持ちでない方がいらっしゃいましたら、それでは地方公営企業会計制度の見直しというこの A4 の資料をご覧をいただきたいと思います。1、地方公営企業会計制度の見直しの全体像ですが、地方公営企業会計制度の見直しは1、資本制度の見直し、2、地方公営企業会計基準の見直し、3、財務規定等の適正範囲の拡大等、大きく3つの柱に分かれております。1、資本制度の見直しについては、平成24年度からすでに施行されておりますが、2、地方公営企業会計、会計基準の見直しについては、平成26年度予算及び決算から適用することとなっております。3、財務規定等の適用範囲の拡大等については、総務省において下水道事業などの実態調査を実施している段階であります。2、地方公営企業会計基準の見直しによる影響ですが、会計基準の見直しにより財務諸表等へ大きく影響するのは次の3項目目になります。1、補助金等により取得した固定資産の償却制度等、いわゆるみなし償却制度の廃止で、2、借入れ資本金制度の廃止、これは借入れ資本金を負債に計上するというものです。から3、引き当て金、退職給付引き当て金、賞与引き当て金などのいわゆる計上が義務化をされたというものであります。それでは会計ごとに財務諸表への影響を説明をしたいと思います。なお、先ほど局長が申しました通り、水道事業でいわゆる制度改正のポイント等を説明をいたしますので、下水道会計、ガス会計については各
事業会計の特徴を説明をさせていただきたいと思います。それでは A4 の資料と A3 の資料を、まあ、両方向を見ていただくような形になって恐縮でございますが、まあ、A3 の資料は平成24年度決算をいわゆる新興公営企業会計基準の会計処理を行ったとした場合のものです。今回は制度改正を説明させていただくことを主眼といたしましたので、分かりやすくするために1000万、いわゆる1000万単位で丸めた資料となっているために、若干決算の数字と違っていますことをまずご承知おきをいただきたいと思います。では水道事業会計から説明をいたします。A4 の資料の1ページ下段をご覧ください。貸借対照表への影響ですが、資産の減少、負債の増加、資本の減少に伴い経営実態に変化がないにもかかわらず貸借対照表が悪化をします。ポイントその1、みなし償却制度の廃止により資産が減少します。みなし償却制度とは、資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金によって取得したものは当該固定資産の取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額を控除した金額を帳簿価格とみなして各事業年度の減価償却費を算出するというものです。このみなし償却制度が資産価値の実態を適切に表示できない等の理由から新公営企業会計基準では廃止をされて、全ての償却資産に強制償却、いわゆるフル償却という制度が適用されることになりました。それでは A3 の資料1の1、水道事業会計の貸借対照表をご覧ください。右側の枠内ポイントその1、フル償却を適用するにあたり、減価償却をしていなかった過去の補助金等の金額相当分が、減価償却額に累計加算をされ、結果として帳簿価格が減少をして貸借対照表で資産が51億8000万円減少することになります。左の表の改正後の資産、上の白抜き部分の1-A、みなし償却分-51億8000万円がこれに当たります。なお資産が減少する見合い分としては、負債の部における繰り延べ収益で減額調整することになります。左の表の改正前、青色の資本、補助金等のうち上の白抜き部分1-2のみなし償却分調整額-51億8000万円がこれに当たります。また戻って恐縮ですが、 A4 の資料の2ページ目をご覧をいただきたい。ポイントその2、借入れ資本金制度の廃止および、繰り延べ収益の計上により負債が大幅に増加をいたします。借入れ資本制度は地方公営企業会計と民間企業会計とで著しく異なる点の一つです。地方公営企業では、民間企業における資本金に類するものがなく、企業債が建設改良財源の大部分を占め、建設改良により取得した資産が地方公営企業にとっての実体資本をなすものであるとの考え方から、改正前は建設または改良のための企業債を借入資本金として扱い、資本の部に計上することになっていました。しかし、
借入れ資本金の本質は返済義務を伴う負債です。このため会計上では負債として経理することが適当であるとの考えから改正になりました。さらに償却資産の取得または改良のための補助金や一般会計負担金等が改正前の資本剰余金として資本の部に計上していたものを繰り延べ収益として負債の部に新規勘定科目として計上することになりました。非償却資産である土地は従来通り資本剰余金のままで計入をいたします。それではまた A3 の資料の 1-1 水道事業会計の対策対象表の右側の枠のポイント2をご覧をいただきたいと思います。借入資本金制度の廃止により、資本いわゆる借入資本金172億5000万円が負債の計上となります。左の表の改正前、青色の資本、借入資本金、かっこ企業債、172億5000万円が、右の表の改正後、赤色の負債、2-A、借入資本金、かっこ負債、172億5000万円がこれに当たります。い、補助金や一般会計、負担金等資本、剰余金245億7000万円が負債繰延べ収益に計上区分の変更となります。ただしみなし償却制度による減少の51億8000万円を差し引いた193億9000万円が負債として計上となります。左の表の改正前、青色の資本、補助金等245億7000万円が右の表の改正後、赤色の負債の配分に繰り延べ収益193億9000万円がこれに当たります。結果として改正後は資本が420億5000万円減少し、130億9000万円となります。左の表の改正前、青色の資本251億4000万円が右の表の改正後、青色の2配分の資本130億9000万円になります。また A4 の資料の2ページをご覧いただきたいと思います。今度はポイント3でございます。退職給付引当金等の計上義務化により負債が増加をいたします。改正前は退職給与引当金は任意計上とされていました。しかし正確な期間損益計算及び財政状況の適切な把握を行うことを目的として退職給付引当金の計上が義務化され、新公営企業会計基準の導入に伴い、今後支払い義務を負う退職給与金に相当する引当金の不足額を退職給付引当金として負債の部に追加計上することになります。今度は A3 の資料1-1の水道事業会計の貸借対照表をご覧をいただきたいと思います。ポイント3でございます。退職給付引当金等の計上義務化により負債に商用引当金も含めた引当不足額として2億3000万円計上となります。改正初年度に負債として計上することになります。左の表の改正前、青色の資本、その他133億2000万円から右の表の改正後、赤色の負債、3-A、退職給付引当金分2億3000万円がこれに当たります。以上、3つの要因により、貸借対照表上、資産を形成する資本と負債の比率が改正前 96.4 が
96対4が改定後25対75となり、経営実態に変化がないにもかかわらず、負債の占める比率が大幅に増加し、貸借対照表が悪化することになります。青色の資本の大部分が赤色の負債ということになります。ただし、改正後の負債には、実質的には負債と言えない振り延べ収益が含まれ、企業債にも一部一般会計負担があるなど、制度の見直しによる、まあ、変化もあります。A のまた資料でございますが、2ページでございます。損益計算書への影響ということですが、新公営企業会計基準の導入に伴って、改正初年度において退職給付引当金や賞与引当金等の計上により、費用が一時的に増加をしますが、これは発生主義の徹底により計上されるもので、導入次年度からの毎、事業年度損益に対して大きく影響することはありません。ポイントその4、フル償却の適用により営業費用が増加します。改正前のみなし償却からフル償却を適用することにより償却資産の補助金等に相当する分も減価償却することになり、毎事業年度の営業費用が増加します。これに伴い毎事業年度における償却資産の減価償却費のうち営業費用の増加に相当する額を営業外収益として順次収益化します。この経理措置により当該事業年度における償却適用における影響は損益に影響しないことになります。貸借対照表と同じく、平成24年度決算をもとに、まあ、シミュレーションをしたもので説明をいたします。今度は A3 の資料の1の2の、水道事業会計の損益計算書をご覧いただきたいと思います。右側のポイント4でございます。あ、フル償却の適用で、営業費用が4億3000万円増加となりますが、い、営業費用の増加相当額4億3000万円を営業外収益として順次収益化することになりますので、この経理措置によりフル償却適用は損益に影響しないことになります。左の表の改正後、左側の費用の紫色の営業費用 4-A フル償却の適用で営業費用4億3000万円が増加から、右側の収益の下段緑色の 4-4 億3000万円を営業外収益として収益化している、これがそれにあたります。よって予算規模が4億3000万増えることになります。 A4 の資料の2ページ目の今度は下段でございます。ポイントその5、退職給付引当金と引当不足額の計上により、特別損失が増加をいたします。貸借対照表で説明をしましたが、退職給付引当金の計上不足額は改正初年度において特別損失として原則一括計上するということになっております。 A3 の資料今度1の2の水道事業会計の損益計算書をご覧いただきたいと思います。右側の枠内にポイント5です。あ、退職給付引当金等の計上義務化により特別損失が2億3000万円増加となります。左の表の改正後、左側の費用の青色の 5-A 特別損失2億3000万円となります。その影響で左の改正前の水色の純利益1億7000万円が退職給付引当金分特別損失2億3000万円と相殺され、結果6000万円の純損失になり、改正後
収益の赤色6000万円がこれに当たります。ではまた A4 の資料の2ページ目の課題でございますが、ポイントその6、建設改良費に充てた企業債にかかる、元金償還金に対する一般会計繰入金は過去の、原価償却相当額を資本剰余金から利益剰余金へ振り替えるということになります。建設改良費に充てた企業債にかかる、元金償還金に対する一般会計繰入金等をみなし償却を行っていた資産に充てていたものは過去の原価償却額のうちその相当額を改正初年度において、資本剰余金から利益剰余金括弧その他未処分利益剰余金変動額へ、振り替えられることになります。この振り替え処理によって差額の利益剰余金いわゆるその他未処分利益剰余金変動額が発生をいたしますが、この利益剰余金は退職給付引当金不足額など移行処理によって生じた当該年度の純損失を損益計算書上で間接的に埋めるということになります。なおこの剰余金は建設改良費に充てた企業債にかかる元金償還金に対する一般会計繰入金等によって生じたものなので議決によって資本剰余金に組み入れられる予定としてございます。 A3 の資料 1-2 の水道事業会計の損益計算書のポイント右側の枠内にポイント6でございます。あ、一般会計から繰り入れられた補助金に対する相当額を資本剰余金から利益剰余金その他未処分利益剰余金変動額に振り替える処理によってその他未処分利益剰余金変動額に16億4000万円を計上することになります。改正後の課題の表をご覧いただきたいと思います。この振り替え処理により多額の利益剰余金いわゆるその他利益その他未処分利益剰余金変動額が生じますが、この利益剰余金は退職給付引当金不足額など移行処理に生じた当該年度の純損失6000万円や前年度繰り越し欠損金3000万円を損益計算書上で間接的に埋めることになります。よって16億4000万円から6000万円3000万円を埋めることになりますので、当年度未処分利益剰余金が15億5000万円となります。この剰余金はもともと建設改良等に形成されてきた資産に充てられてきたというものでございますので、資本に組み入れるべきと判断をして、振り替え処理に増加した未処分利益剰余金は議決により資本金に組み入れるということになります。実際は平成26年度の決算認定の平成27年9月議会で、剰余金の処分の議決をいただくことになり、ようやく法改正の影響がなくなるということになります。次に、下水道会計事業会計の説明をいたします。今度は A3 の資料 2-1 下水道事業会計対策対象表をご覧をいただきたいと思います。改正前は負債が52億1000万円資本が1157億3000万円改正後は負債が1015億5000万円資本が70万円となり、貸借対照表上資産を形成する資本と負債の比率が改正前96対4が改正後6対94となり、経営実態に変化がないにもかかわらず負債の占める比率が大幅に増加し、貸借対照表が悪化することになります。
青色の資本の大部分が介護の負債になります。すいません、先ほどの説明上で、資本が70万円としたということでございますが、70億円ということで提出させていただきます。じゃ続けさせていただきます。ただし改正後の負債には実質的には負債と言えない、繰り延べ収益が含まれ、企業債にも一部一般会計負担があるなど、制度の見直しによる変化であります。それから今度は資料2の2、損益計算書をご覧いただきます。真ん中、中段の改正後の表をご覧ください。その他未処分利益剰余金変動額3億3000万円は、退職給付期当て金不足額など移行処理により生じた当該年度の純損失2億5000万円を、損益計算書上で間接的に埋めることになります。よって3億3000万円から2億5000万円を埋めることになりますので、当年度未処分、利益剰余金が8000万円となります。この剰余金はもともと建設会議等に形成されてきた縮小に当てられてきたものなので、資産に当てられてきたものなので、資本に組み入れるべきと判断し、繰り返し処理により増加した未処分利益剰余金は議決により資本金に組み入れることになります。先ほども申しましたが、実際には平成26年度の決算認定の平成27年9月議会で剰余金の処分の議決をいただくということになり、ようやく、法改正の影響がなくなるということになります。続きまして、合数事業会計の説明をいたします。資料の3の1の合数事業会計対象表をご覧をいただきたいと思います。合数事業会計は合数事業法に基づく圧縮基調により経理をしていましたので、みなし償却との違いによって、さっきに説明しました、水道事業と下水道事業とは違い、改正後は、資産が増えるということになります。下段の括弧中1をご覧ください。圧縮基調とは、国庫補助金等により、固定資産を購入した際、その取得額から補助金等の額を控除して取得することになりますということです。圧縮基調からフル償却を適用するにあたり、固定資産が補助金等を控除していた相当額分が、増加することになります。みなし償却は取得額から、補助金等の額を控除しないため、取得額が増加することはありません。ガス事業会計では圧縮基調の廃止により、フル償却適用と合わせた結果、改定後の、表左の資産が 1-26億2000万円増加することになります。資産が増加する見合い分としては、赤色の負債の一番上の 1-E、繰り延べ収益26億2000万円で調整することになります。あとは水道事業会計と同様であります。改正前は負債が28億1000万円、資本が72億4000万円、改正後は負債が103億3000万円、資本が23億4000万円となり、貸借対照表上資産を形成する資本と負債の比率が改正前72-28が改正後18-82となり、いわゆる経営実態に変化がないにもかかわらず、負債の占める比率が大幅に増加し、貸借対照表が悪化することになります。青色の資本の大部分が、赤色の負債になります。ただし、改正後の負債には
実質的には負債といえない繰延収益が含まれ、企業債にも一部一般会計負担などがあると、いわゆる制度の見直しによる変化であります。A3 の資料3の2、企業会計の損益をご覧いただきたいと思います。ポイントその6をご覧ください。あ、ガス、事業会計は一般会計から繰り入れられた補助金に対する相当額がありませんので、利益剰余金、その他無処分利益剰余金変動額に振り替える処理は発生をしません。ここがガス事業会計の特異なところであります。ただし退職給付基礎金により、当年度収益が悪化しますので、当年度未処理欠損金が増加することになります。真ん中下段の改正後の表をご覧ください。退職給付基礎金不足額など移行処理により生じた当該年度の、純損失1億3000万円、前年度繰越欠損金20億4000万円を当年度未処理欠損金として計上することになります。未処理欠損金が増加することにより中期経営計画で見込んでいました累積欠損金の解消年度が平成28年度から1年延びる可能性が懸念をされるということになります。それでは今まで申し上げましたもののまとめと続けて A3 の資料の3ページの枠内をご覧いただきたいと思います。あ、失礼しました。 A4 の資料の3ページでございます。貸借対照表への影響は、資本と負債の比率が、水道事業会計は96対4から25対75、下水道事業会計は96対4から6対94、ガス事業会計は72対28から18対82になります。経営実態に変化がないにもかかわらず、負債の占める比率が大幅に増加し、貸借対照表が悪化することになります。断言も申し上げますが、ただし、改正後の負債には実質的には負債と言えない、繰延収益が含まれ、企業債にも一部、一般会計負担があるなど、制度の見直しによる変化であるということを、留意する必要があります。それから損益計算書への影響は、新公営企業会計基準の導入初年度における移行処理の結果、退職給付引当金等の引当不足額の計上により、平成24年度決算において単年度収益が悪化するということになりますが、退職給付引当金は非現金支出であり、あくまでも発生主義の決定により計上をされるものであります。水道事業会計は、純利益1億7000万円から純損失6000万円、下水道事業会計は純損失6000万円から純損失2億5000万円、ガス事業会計は純利益4000万円から純損失1億3000万円となります。ただし一般会計から繰り入れた補助金に対する相当額を資本剰余金から利益剰余金、いわゆるその他無処分利益剰余金変動額へ振り替え処理を行うことにより、水道、それから下水道事業会計は欠損金はなくなります。ガス事業会計は無処理欠損金が増加することにより、中期経営計画で見込んでいた結果が、先ほども言いましたけれども、欠損金の解消年度が28年度から1年延びるという、可能性があるというようになっています。それから、A4 の4ページでございます。括弧に、経営健全化指標である、資金不足比率への影響ということになりますが、資金不足比率とは、地方公営企業の資
資金不足額が、事業規模である料金収入に対してどのくらいの割合であるかを指標化したもので、この比率が高くなるほど料金収入で、資金不足を解消することが、まあ、難しくなるということでありますので、経営状態の悪化の度合いを、まあ、示すという指標になっております。資本不足比率は、まあ、次の算出によって、算出をするわけですが、事業規模、まあ、いわゆる営業収益から受託工事収益を引いたものを、資金不足額というもので割り返すということで、 10% 以上になると、企業債の発行が協議制から今度許可制となる、 20% 以上になると経営健全化計画の策定が義務付けられるというような、規制がかかるというものであります。資金不足額は、大まかにはいわゆる流動資産とから流動負債の差によって算出をされます。柏崎市の4つの公営企業会計は過去において資金不足が生じておらず、資金不足比率は該当はありませんでした。新公営企業会計基準の導入に伴い、流動資産の減少から流動負債の増加に伴い、資金不足額の増加が見込まれますが、一部の項目について参入除外、参入猶予措置が設けられ、指標への影響が抑制をされています。参入除外項目としましては、流動債から建設改善に要する企業債、高い家借入金を工事を除外をする、それから参入の猶予という経過措置につきましては3年間というのがあります。流動負債から賞与引当金、それから修正引当金などを、まあ、控除できるというものになります。で、平成24年度決算において改正前と改正後の資金不足額は、まあ、次の表の通りになりますが、差し引きが、まあ、黒字ということになりますので、資金不足は生じないという結果になります。一番下の四角であります。新公営企業会計基準に、まあ、改正された後も、柏崎市の4つの公営企業会計に資金不足は生じず、資金不足比率は該当しないというふうに試算をしてございます。説明は以上でございます。説明が終わりましたので質疑に入ります。退職給付引当金の話なんですけども、現会計では引当金引当していたというふうに理解していますが、不足額が出るということは一部しか引当していなかったということになるわけですが、それでよろしいのか、実態を聞かせてください。経営課長、はい、おっしゃる通りでございまして、任意ということでございましたので、いわゆる退職の人間がこれぐらいが出るだろうという、ことで、それを引き当ててきた。ですけど、今度は法改正になりましたら、全員がその退職という分を全部引き当てなさい。その全員というのは、例えば2年目の職員は、その2年の時に辞めた分の退職。で、40年いる人は40年いた時のその退職ということで、全員が40年分とかそういうことではなくて、そこに今現有にいる人間が一斉に辞めた場合の退職金を全部引き当てなさいということになりましたので、不足額が出た。同じことなんですが、今までの考え方は、任意なんだけども、どういう計算でもって引き当てを、帳簿上が引き当てたいたんですか。経過課長、当然職員の年齢構成等をこう見ますと、早期退職もありますけれども、大体この年度に
何人という何人退職をされる、うん、じゃあその退職をされる人分プラス、まあ、何がしかはやっぱり担保していかなきゃいけないねというそういうかあの考え方で実際手を回していたやべえいはい。で、まあ、一回聞いてもなかなか理解できませんでしたが、改正後 の、 その決算資料なり、そのいわゆる退職対象表、あまあ、予算でもそうですが、なんですか、その計算書においてもですね、いわゆる資本から負債に回す、例えばその一般会計からの補助金だとか、あるいは地上債とか、こういうものはね、それ別には表示されるものなんですけど、負債一発で今持ってないからあれなんですが、一発で持って内訳が分からんような仕組みになるんですが、私たちが見てもこの負債の中にはこういうというのは、例えば繰延収益の内訳はこうなんだなみたいなことは分かるようなシステムなんですか、表示システムじゃなくて表示になるんですか、対策対象表情定価課長、毎年決算書をお配りをさせていただいております、はい、そこに、あります、いわゆる貸借対象表の区分に従います。また新しい勘定科目ができてきてますので、それを付け加えた、こういう形で、お示しをさせていただいております。例えば、資本の部と負債の部でもいいんですが、うん、企業債、どう説明したらいいですかね。ちょっとじゃあ質問変える、はい、まあ、予算書でもいいんだけども、はい、当年度末期末の対策対象表なり、そういう計算書とかあるわね、予算もそうだし決算見込みもあるわけだけども、そのあれ1ページになってるわけだよね。今たまたま企業会計の予算書がないもんだから、なんですか、1ページでもって書いてある、まあ、1ページだから1ページ半ぐらいでね。でそれを見れば、そのいわゆるその負債に回して今度は回すことになる、その地上債とか、一般会計の繰入金とか補助金とか、こういうのが分かるような仕組みなのかと。決算書は細かくは書いてあるんだけども、その予算説明資料みたいなものを見たときには分かるのかどうかという、そういう質問です。財政係長、制度改正に基づいて財務諸表、新しい財務諸表を、まあ、お示しすることになるんですけども、それは制度改正において今度中期で表記しなさいということになっておりますので、中期で表現させていただきますので、その点は分かるように示させていただくことになります。はい、どうでした、加藤委員。すいません、先ほどから説明を聞いててもちょっと分からないという部分でございまして、まあ、そもそも、これから変わるということでございますけれども、分かりやすさとか公明性というか透明性といいますかね、それを求めてのことであるというふうに、私は普通の、バランスシートとかそんなに見ることはありますから分からないわけではありませんけれども、本当に今までこう、何年かこういう説明を受けても分かりづらかったということが大幅に改善されるんだろうなと、まあ、期待しておりますけれども、でこの中でその言葉だけでももう少しこう説明をしていただかないと、フル償却、まあ分かると分かる、それからこの発生主義とか、こういう言葉についてはその以前大切なものを出してもらわないと、聞いててもこれいわゆる市民の方も聞いているものですから、もう少し分かりやすい説明をこの場でしていただかないと議論が深まらないと思いますので、資料の提出とかその多くの説明等についてはある程度一般の方も聞いているということを前提にしないとよろしくないと思いますので、その点についてまあちょっとこの先まあこういうことを説明するにあたっての方針といいますかね、伺いたいと思います。関連でいいですか。はい、池田委員長、はい、ですね、そもそものことなんですけど、冒頭に説明していただいたように、
この会計制度の見直しについてはもうすでに始まっていて、で財務規定との適用範囲の拡大というのは、検討中なのでまだ続くということで、今回のことで最終的にこう集結した状態のものではないという理解をしてお聞きしてたんですけれども、端的に言って何をこう目的にしようとしているのか、どういうことを目指して、こういう制度の見直しが、されているのかということを前段で少し噛み砕いていただくと、狙いが分かるともう少しこう理解しやすくなるかなというふうに思いますので、その辺のところからちょっと説明していただければなと思います。経営企画課長。まず加藤さんのご質問でございますが、確かに反省をするところがあるかなと思います。そもそもやはり公益業会計というのがそもそも特殊なものであります。そういう中で、いらっしゃいながら私も、ガス局行きまして、まず言葉がさっぱりわからないというのがあります。これ言葉を全てわかる、私は4年目でございますがまだわからん部分があります。そういう中でもおっしゃる通り、我々が当たり前として使ってき、ている部分がやはりわからないことが前提とした中で、できるだけ、今後はですね、できるだけということをちょっと申し返させていただきたいと思います。全てを出すことは少し難しい部分があろうかと思いますので、そういった点はまたご質問等でいただければ、その都度噛み砕いたような形で説明をさせていただきたいなというふうに思うわけでございます。それからそもそも論ということでございますが、先ほども多少触れましたが、いわゆるその公益企業会計というものが特殊である、もう、企業の方も実は世界基準に合致していなかったものを、もうそれからいわゆるグローバル化によって世界に皆さん通用するような会計基準の見直しをしましょうというものがありました。でその流れを受けまして、だそもそも公益企業のさっぱりわからないじゃないか、いう議論の中で、じゃあできるだけ、いわゆる民間の企業の会計に沿ったような形にして、やりましょうと。大体借金がいわゆる企業債ですね、企業債がもともと負債じゃなくてですねっていうこと自体がもうおかしいだろうと。その他のいろんな一般会計からの繰り金だとか、なんとかこうだとかいうのはあるとしましても、そもそも負債でなきゃいけない企業債なんていうのが、資本の形成の中に入っているのもおかしいだろうというようなことから、そういうものを見直していく。でただし、私どももですね、今、つい最近まで手探り状態で、このものをやってございます。というのは、先ほどの退職給付引当金、あれを計上することによって赤字になってしまう、これは大変だという思いでいました。ところがその変動額なんかいうのが急に出てきまして、そこで相殺しなさい、という感じなんですね。なので多分総務省等はですね、かなりこう違っていたものをある程度こう形にこう直さなきゃいけない。それにはその経過する年度、単年度はしょうがないということで、こういういろんなものをこう出して総殺する、こっちも総殺するということをやっているんだろうというふうに見ております。ただこれが一旦終わりますと、今度は通常の流れでやっていくわけでございますので、またそういう見方をしていただこう
をしていただけるのかなというふうに思ってございます。回答になっているかどうかなんですが、加藤委員。ありがとうございました。柏崎のガスが高いのか安いのかと、主に市民の方も他市との比べ方も、比べようもないと言いますか、そもそもがわからないわけですから、この先、そういったことが、解消されているという中で、やっぱり他と その見比べも、分かりやすいと、そういった情報も、地域で出していただきたいと、思ってますので、これは要望ですが、よろしくお願いします。他に委員の皆さん、よろしいですか。はい、それでは、次に下水道農業集落排水使用量の、延滞金について報告をお願いします。これは資料ありませんね。ありません、はい、お客様サービス課長、はい、それでは下水道農業集落排水使用量にかかる延滞金について、口頭でございますが、報告させていただきます。現在、ガス料金、水道料金、工業用水道料金、下水道使用料および農業集落排水使用料については延滞金は徴収しておりませんが、平成26年、来年でございます1月1日から延滞金の利率が変更となることから、所管する条例のうち延滞金に関するものについて確認作業を行いました。ガス供給条例、水道給水条例、工業用水道条例、下水道条例および農業集落排水処理施設条例、いずれにも延滞金徴収の条文はございませんでした。しかし税外収入等延滞金徴収条例が別に規定されておりまして、下水道使用料および農業集落排水使用料については地方自治法で規定する延滞金を徴収することになるという解釈がされることから、現在他市の状況、それから延滞金を徴収するとした場合の現時点での金額、徴収のためのシステム改修費などを調査いたしました。結果、県内20市では徴収していない市が18市でありまして、徴収している市が2市であります。そのうち徴収する根拠となる条例はありますが、徴収していない市が10市となっています。8市は関係条例を制定していないため徴収する根拠規定がありませんでした。また県外には条例上で延滞金を徴収しないこととしているところもございました。現時点での本市の下水道使用料および農業集落排水使用料の延滞金は大まかでありますが、300件で55万円となっております。延滞金のための徴収のためのシステム改修費が約1160万円となることが分かりました。ところで本市の場合は下水道使用料および農業集落排水使用料についてはガス料金および水道料金と一緒に徴収しております。そして滞納者に対しては水道を止めることにより水道料金と一緒に下水道使用料または農業集落排水使用料も徴収しており、収納率も 99.9% 台を維持してございます。このようなことから現在本市と同様な状態にある他市の対応状況も参考といたしまして、下水道使用料および農業集落排水使用料の延滞金の徴収について慎重に検討をしているところでございます。またできるだけ早く結論を出したいと考えているところでございます。以上でございます。はい、説明が終わりました。質疑入ります。矢部委員。
ちょっと結論に言うと、ガス上水道事業費は条例が現在ね、条例あるけれども、料金の延滞については延滞金を徴収するときに延滞金を取ってないと。しかし今条例あるけど取ってないということなのか、他社18市の内訳の条例がないから根拠がないという発信になるのか、それとも、10市の条例があるけれども具体的には延滞金を取ってないということになるのか、そこはどうなんですか、今現在は。それでそれをあえて言うのね、それでそれを今度は条例があるんだから、私は条例があるけれども取ってないというふうに聞いたような理解していますが、確認なんですが、だけれども取ることにするという方向で検討しているのか、これまで通り条例あるけれども延滞金は取らないとこういう方向で、検討しているのか、その辺はどうなんですか。お客様サービス課長。お客様サービス課長。はい、ガス水道それから硬水それから下水道周波についてもですね、それぞれの条例には延滞金について規定はございません、それはまあ調べたんですが、ところがその税外収入と延滞金徴収条例というのが別にございまして、そこに、該当するのかという解釈がございますので、その辺が私どもも実を言いますとそういう方向でいいのか、またどうなのかというのが、今時点でははっきりしないというところでございます。それで10市、県内20市の中でも18市が、現在徴収はしておりません。でそのうち10市についてはやはり同じように、そのようなものがその本体にはなくてもということで、あるような関係のところはあるんですが、ここもやはり10市の中の10市が、それでも徴収していない、18市のうち8市はそのような条例自体も制定されていないので、根拠とするものがないので徴収はしていないというのが現状でございます。やべえ、はい、それでだ、それぞれの改定というかその条例の中には延滞金の規定はないと、料金のないと、分かりました。だけれども柏駅市全体の条例の中を見ると税金以外の料金についての延滞、を取るという規定があると、だから検討してるんだと、それ分かりましたが、皆さんが答えることでもないかも分からんけれども、その税外収入ということになると柏駅市ではこのガスや水道や工業用やその下水道や農水など以外にも、ね、いっぱいこと出てるような感じがするわけですが、それ全庁的なそういう検討をしているというそういう理解をすればいいんですか。それからそのいつ頃から、その説明の中では来年のもうすぐね1月1日からその延滞金のその法改正税金が上がると、税金じゃなくてその、金額が上がるという方向にあるんだということとのそのスピード感というんですか、方向性の結論はいつ頃予定しているのか、その辺についてお聞かせください。ガス水道局長。まず全庁的にという話でございますが、この、条例でも出ていた通り、1月1日から改正だという話は出ていたかと思うんですけども、そのから見て、それぞれの課が調べているところだと思いますので、関係するところは、もしかすれば報告があるかもしれません、別の委員会の中で報告があるかもしれません。で私どもは私どもの中で、調査といいますか、そういう改正があるのでということで調べていったら、そういうことが分かる、発信もどうだということで調べたら、そういう状況になるということで、実はじゃあどうするんだという結論の部分でございますが、法令通りに解釈すると、取ることが解釈できるということでですね、
なんだけど、それを、まあ、取るかどうかという話になりますと、まあ、他市もいろいろ情報を聞いて、それから実は県外で、まあ、取らない条例を作ったというところがございまして、まあ、いろいろ情報を聞きますと、まあ、やっぱり、まあ、水道をやってて、まあ、下水道もやってる、でその中で、まあ、ずっと、まあ、やってこなかったということの中でですね、まあ、下水だけ取って水道取らないのどうなのというか、まあ、そういう問題だとか、それから、まあ、どこもそうなんですが、実は私のガス水道の方は、まあ、停止ができるということで、まあ、収納率が 99.9% ということで、まあ、これ以上ですね、まあ、差を設けてどうかというところもございますし、まあ、システムの費用も、まあ、相当の費用がかかるということで、まあ、苦慮しているところでございまして、他の自治体の話を聞いている中では、まあ、同じような、境遇にあるかなということで、まあ、法改正 の、 その適用除外も考えているところではございます。なんですが、まあ、いろいろとその法務ですとか、ちょっと弁護士さんにもお聞きしたんですけども、まあ間違いではないんだけど慎重に判断する必要があるよということもいただいておりまして、うん、私の動向も見ながらですね、うん、まあ構成権ということの中で、まあ、決まっている部分を、まあ、除外するには、ちょっとまあ慎重に判断する必要があると、こういうことがあって、まあ、いろいろ今ちょっと勉強をしているところでございます。まあ、早くまあその解決はしなきゃならんのは分かってはいるんですが、なかなかちょっと難しい問題があってというのは、まあ、一旦取るとですね、やめるわけにはちょっといかないということになりますので、これはですね、勇み足っていう、いや、まあ、そういう言い方はないんでしょうけど、まあ、本当にそれが正しいのかどうかというふうになりますと、まあ、非常にまあ慎重にちょっと判断しなきゃならんと、我々はまあ今そういう状況にありまして、まあ、こういう形で訪問するのは非常に、まあ、失礼と言いますか、問題があるのかもしれませんが、うん、非常にまあちょっと難しい問題でございまして、まあ、もう少しお時間をいただきたいと、まあ、重々承知はしているところでございますが、まあ、今しばらく、まあ、次のと言いたいところですが、まあ、それまでに5ヶ月できるのかどうかがちょっとよくわからないということで、今しばらくちょっとまあこういう課題があるということでご理解をしていただきたいということでございます。わかりました、はい、中ですか、やべい、分かりましたし、まあ、慎重の検討を、まあ、お願いしておきたいとは思います。でもつまりそれはね、ガス水道局だけの話じゃないというふうに私は聞いたもん、いや今説明を受けてね、聞いたもんで、それからその柏駅市の、水道の歴史だとかね、ガスの歴史を考えるとやっぱ長いわけですよ。まあ、そういう中で の、 その当初からの精神みたいなのが私はあったのではないかと思います。まあ、担当以外のことを言えばね、例えばそういうその税外ということになれば、そしてその市の会計を取っているということになればですね、例えば、アパートの公営住宅の、家賃もそういう税金じゃないね、それから保育料金だってそうなわけですよ。それはね、まあ、ガス水道局は線を止めればその、ね、ある程度その対応なくするという手段は持っているけれども、他はないわけ でその金額がどのぐらいになるかということも十分検討しなければならないし、これまでの柏駅市の歴史、例えば保育所のね、保育園 の、 その歴史なんていうのは戦前以前からあるわけで、そういうような中で取ってこなかったものを借地条例に簡単にその検討してね、取りますみたいな方向というのは、これは俺は間違い、それは悪性になる、つながると思いますので、まあ試験を言いましたが、十分全庁的な検討を含めて慎重な検討をしていただきたいという、まあ、要望でありますが、申し述べておきます。はい、春川議員は、今の関連してるんですけれども、さっきお客様サービス課長の方でですね、いわゆるシステム料、それから1160万、それから300件というのがお話ございましたよね。分母いくつですか？全部だ。答弁できますか？
お客様サービス課長、3万件ございますので、そういうの5年分ということです。3万件の5年分ね。はい、余口、はい、収納率が 99.9% ということで、今までの説明だと水道は止められるから収納率上がるんだということで、そういえば水道の料金は納めるけども下水道料金は納めないというふうな実態があるんでしょう。そういった辺の状況はどういうふうになっているのか。下水道局長、まあ、先ほど私の説明がうまくなかったようでございますが、水道を止めると、まあ、ガスなり水道を止めるわけですが、下水も一緒に、ガス、水道、下水道一緒に集金をしてますので、一緒に、まあ、納めていただくということで、下水道の料金も 99.9% になっていると、こういうことですので、まあ、下水は、まあ、なかなかそれだけを止めるということができませんので、水道を、まあ、まあ、一緒に、まあ、当然使っていられる方がほとんどでございますので、そこを止めることによって、まあ、収納率が現在、まあ、格段に上がっていると、まあ、下水道だけっていうふうな運用してないものですから、それが、まあ、ちょっと特徴、まあ、ガス水道、下水道一緒にやっているというところが特徴ではあります。みんな、皆さんよろしいですか。はい、新外議員。今お話聞いていてですね、まあ、ある意味で言えば、まあ、使用料にしてもですね、利用料にしてもそうですが、まあまあまあ、やる公営企業という観点からいけば、まあ、ある種税と同じような部分もあるんですよね。まあまあ、税とは言わないけども、まあ、でそうするとそこに、まあ、その使う量によって、まあ、料金を発生させても、みんなが支払うのは違う。で、まあ、公平性という部分から見れば、滞納していれば延滞金をつけるのは、ある意味で言えば私は公平性があるというふうに思います。ですが、逆に言うとですね、条例を設定してあったと。でそれはそのいわゆる他の領領等に、当てはめることができるという解釈もできると。でところが当てはめてこなかった。いわゆるその逆に言えば、その条例があるのに条例通りやってこなかったということになれば、皆さん方は条例違反してるわけですよ。だけどそれをやってこなかったということになると、そこに何か理由があったんでしょう。その条例を定めるときに多分議論があったはずだと思うんですよ、私は。要するに 水道だとかガスだとかそういったものについては、この条例を当てはめないというような議論があったのかとか、だからその条例があっても延滞金を取らないできたんじゃないですか。だから他市も条例はあるけどもやってないんだと、同じような条例を持っているけどやってないんだということになるとね、やっぱりうちと柏木氏と同じような議論がなされたから、多分当てはめてないんだろうと思うんですよ。で私たち議会としてもそれを勉強しなきゃいけないと思いますけれども、皆さんの方もですね、やはりこういう条例があるけどこの条例を当てはめてきませんでしたっていうんだったら、今言う自分たち条例違反してましてきましたっていうことを、告白してるようなもんですよね。そこのところをきちんと整合性を取らないと、簡単にさっきの、まあ、高裁権の話もそうですけども、やれる話じゃない。じゃあこの条例当てはめますって言ったときに、今まで当てはめなかったら皆さん方全庁的にみんな処分されるのかね。そんな話はならんでしょう。だからそこら辺のところをきちっといわゆる条例を定めたときとの議論の整合性を取った中でですね、説明をしていただきたい。それともう一つは、費用対効果考えたら50万取るのに1000万かけるなんてバカな話じゃない。だそこのところもね、やっぱり、まあ、今後についてはこうなんだけどというところの中で言えばですね、やっぱりそういったところを詰めたものをもう一回ですね、議論の場を作っていただきたいな、詰めた上でね、すぐに私が要望しておきます。はい、はい、それでは、お客様サービス課長、先ほど申し訳ございません、春川議員さんの方から分母というお話がございました。それで私
延滞金の件数というこの分母がどのくらいかという、それで私は3万件の5年と申し上げましたが、3万件かける12ヶ月かける5年ということになります。一月単位でございますので訂正させていただきます。以上でございます。質疑意見を終わります。これでガス水道局関係の審査と報告は終了いたしました。ガス水道局の皆さんご苦労様でした。それではここで、休憩に入ります。再開は1時です。